はいどうもピオキングです。今日もですねトロールコースやっていきますか。で今日のトロールコースはこのコース、 I'm so sorry なんちゃらかんちゃら買いにって書いてるんですけど、いやマリオがハゲてるスタブネがねとても印象に残りまして、早速このコースやっていきましょう。クリア率はねそんな低くないんですよ。でもね最速タイムがさめちゃくちゃ速いんだよねなんだこれはそこなんか引っかかってしまったぞこんなブラパの罠に。じゃあこれすぐ右に行く感じだね。右に行ってここにキノコが来たよね。そのキノコを取ります。そしてこのつららを抜けてこのまま右行こうかな。10コインは多分意味ないと思うんですけど、一応取っておく、取っておきます。うわ意味ない、うわ意味あるじゃあここの10コインも無視していこう。でここ上か下か一旦ね右下行きます。オッケー、いやこれはワンチャン正解じゃないここ。ほーらいや絶対正解だね。めっちゃ怪しかったもんね右下のブロック。それじゃあここ入ったら何もしない、そしたらパックが右移動するでしょ。よし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 、でこのまま右行こう、早めに行こう。パックなんかうーわ左リンク出てきたよ。あのリンク絶対いるパターンじゃないの。でもう中間があるねブラパの後ろに隠されてるんですけど、うわやっぱいけないね、やっぱリンクいるのか。じゃあここで待っておいてリンクを取ろっか。リンク取ってこのパックン倒そう。パックン倒してさ右のブラパ倒していいのかな。あここヒップドロップするっぽくない、なんか下ハテナブロックあるんですよ。ヒップドロップします。いやむずけオッケーダメじゃんかそれじゃあここは爆弾投げてみようか。爆弾投げます。あでもなんかさここブロックあるよね下、今壊れたんだけど、えこれどうやって行くの。ちょっと右行ってみていい。うわ何もできないね。えここの行き方が分からんの下、いややっぱ下もダメだね。いや実はねちょっと気になってたことがあって、今僕がいるこの下にもブロックがあるんだよね。ここに爆弾を置く、それで下のブロック破壊すればパワーブロック発動する。うわ何もなんねん。あじゃあこっちかな、左にもあるね。こっち怪しくない、このブロックを破壊するとパワーブロックが発動する。え違うの、なんか爆弾落としたらいいみたいな。こっちは、あっ分かった、これ多分ね走っていかないけんっぽい番なんで、この土管入ったらねすぐ走ろう、すぐ下に降りて右にダッシュ、これでいけ、早いなあんたえ違うのか、分かった、走って立ていけ、走って立て、ナイス、そういうことか。いやこれはあれだった、僕のリンク不足僕リンク知識あんまないからさ、いやそういうことだったんだね。でここは左行こう、迷わず左行こうね、次は右行こう、迷わず右行こうで、なんでそんなとこ出てくんだよ、もうちょっと左行こうって出てこいよキノコ。じゃあここもう一回ドア入ってやり直しできるかな。あ、できるっぽいよ。ほら。で、もう一回右に行こう。なんなんだそれじゃあ次は走っていこう。多分ね、つららまで走っていっていい。そしたらキノコがタイミングよく出て、右に行ける。うわ、来たね。で、ここはオンオフをして、ブラパを変えるのかな？あ、ブラパを変えるっていうか、ブラパ落とすんかな？落としてみます。うわ、正解？で、もう一回オンオフ。早く行けってか。それじゃあここオンオフを2回して早く行こう。でこのまま右、なんでー、テン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 。じゃあここ1回でよかったね、1回だけオンしてこのまま右に走っていく。よし来た、でここで土管に入ろう。よし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 、ここのコース多分短いと思うんだよね。ほらもう中間ポイント見えてるもん。でここは右は行けない、左に行くんだけど、この何だったっけ、丸々を抜けていこっか。うまい、うまい、オッケー。で左上に行く感じかな、多分そうだね、左上行きます。でここで多分ブロックが出てくると思うんだよね。来た、うわ来たね。え右だったら何だったの、 P じゃんか一緒やんかどっちも一緒やんか。でこのまま左に走って中間ポイントゲット、来た、順調すぎ。じゃあこのままドカン入ろう。でここは何もしない、見て見て、みんな今日見て、僕の今日を見てください、ほらー
やったぜ。キャー、じゃあここは右叩きます。右叩いてすぐ右に行こう。でこのまんま叩こっか。いや叩こう。もう引っかかってるけど、あのバネ無視してここ叩こっか。はい、キノコ来ました。意味ね。いやバネ来たんだけどさ、キノコ取らんでいかな多分間に合わんと思うんですよね。なんでここ走っていこっか。走っていってここ壊れる。やっぱりこれは何、コインか。じゃあこのまま右行きましょう。あ、コインコインするの忘れてました。あ、ここか、ハゲオヤジここにいんのか。僕が帽子になってあげましょう。じゃあこのまま右行こう。でこれなんだ、あ、ゴールあるじゃん。え、こんな感じですか、ゴール。うわ、しかも何も罠ないね。じゃあこのまま走っていこう。てっぺん取ります。はーい、はい、それじゃあ次のトロールコースやっていきますか。ボンバーウェイフォートロールかっこトロールって書いてるんですけどね、これ詳しく見るを見てみたらさ、今までにね見たことのないような作りのトロールコースっぽいんだよね。いやそれがねめちゃくちゃ気になって、ちょっと遊んでいきたいと思います。レブ4、レブ4ってレベル4ってことかな。さあ初見殺しはあるんでしょうか。いやないんだけど、なんかちょっと違うくない？ちょっと叩いてみようか。多分罠だと思うんですけどねこれ。でこのまま右行きます。落ちます。こういう感じ。うわ面白いね。じゃあここ叩いて右行こう。多分ここで右が開ける。あら違う、あ、なんか来たよ。変なもん置いてくな。そんなんいらねえって。あ、でも上になんかあるね。こっちはえ、ボムが出て、これかぶれるんじゃないの。どっかやんなボム。じゃあこれは早く行かないけんぽい。早く行こう。なんでここで叩いてすぐ右に行く感じだね。多分これで合ってる。あぶねー。今絶対やられると思った。でここは踏めない。なんでこのバネを叩きます。そしたらどうなる。なるほど。あ、でもこれ右行けんくね。ねえ右行けないよね。あ、どうしよう、これ下降りていいのかな。あ、いいんだいいんだ。そんなやり方ないぜ。じゃあここは右押しっぱで行こう。右押しっぱに行ってこうで出させない。邪魔邪魔ねえなだよ。出したいんだろ花を。そうはさせねえぜビヨン。でこのまま上に行って、あら、ブラッパがおるくない。あ、倒してくれる感じ。あら、これ積んだんじゃね。うわ、ここにブロックがあると信じます。なんでやねん。それじゃあここ降りてみよっか。当たる覚悟で降ります。いや、このまま右。またお前かー。じゃあここそのまま行くよ。このまま行って右でジャンプ。いや、これで合ってるでしょ。いや、来た来た来た。ですぐジャンプしよう。ほい、うまい。いや、これでやっと進めたね。じゃあここは上か。いや、上はいけないねこれ。ほら、なんでこの四角の枠の中叩くしかないと思うんですよね。いつも逃げてばっかりだけど今日は追っときます。なんか追ってもいいと思う。ほら来た。で上、いや、こっちで合ってんのかな。なんか右に行かないけっぽい。大丈夫、でも右戻るよね。こっちで合ってない。それじゃあここはキノコ叩いたらすぐ右に行こう。これでしょ、これが合ってるんでしょ。もう一回戻るよ。そしたら、え、なにこれ、上やられんじゃねえか。それじゃあこのドア入ってみるよ。このドア入ってなんかピーヨンが鳴るじゃん。これが鳴り止むまで待ってみよう。なんか変わるかもしんない。さっきは上にジャンプしてしまったけど、こっからなんか変わるかもしんない。あ、いや違う、このピーヨンが鳴りやんなまでこっち。うーわ、今分かってたんだけどな。いや、そういうことでしょ。もう一回チャンスはある。で、このまま P が鳴ってて右に行く。そしたらやられます。いや、わかった、絶対わかった。行くよ、みんな見ててね。こっからジャンプして右に行く。そして P 音を鳴らすでしょ。 P 音鳴らすってか P 踏ませるでしょ。 P 鳴らしておいて次すぐ左に行く。そんでこのキノコを取って上に行く。これが正解なんじゃないんですかね。ほら、で、いや、右落ちますよ、落ちます。中間やったぜ。で、一回ここでやられる感じかな。あ、多分そんな感じだね。やられて、
右に進める感じだね。さあさあやってきました、第2中間、第1かな、これ1だったっけ。で1キャップだけもらっておこう。でこれは多分コインだと思う。あーお前か。じゃあ金魚さよなら。でこのまま右入ろう。でこのまま右行っていいと思うんですよ。これはまずい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 。危ねえ危ねえ。すぐ右に行かないけん感じかな。あれ来るでしょ、あれが来てすぐ右に行く。よしこんな感じでいいでしょ。でここはどうしようかな。多分ここになんか出てくるとは思うんですけど、真ん中ボム兵、いやまずい、ボム兵はまずい、危ねえ。でこれ左でいいでしょ、いやボム兵いるやんか。なるほど、右左真ん中の順番で叩いてみようか。お前いいのか。いやここあれだね、真ん中叩こっか。先に真ん中叩いておいてボム兵出すでしょ、ボム兵を右にやる。そんで何がしたいんだ俺は。じゃあ次は右真ん中、違う、右左真ん中で叩いてここのブロックを壊させよう。壊させて多分ジャンプでいける感じだね。うわあのチョロップがマジ怖え。うわどうしよう、いっちゃん右行くね。最初先に倒そう、倒します。さあ来い、オッケー。でここでオンオフが変わってパワーブロックが来るのかな、多分来る来る来る、オッケー。でこのままドア入ろう。いや今のはさすがに引っかからないよ。いやこれ危ないね。いやー、そんじゃここの扉入ったらすぐ渡ろう。そうせなブラッパー来るからね。オッケー。ここ怖え、絶対やべえやつやんか。でも僕は叩いて右上まで行きます。はい、いや大丈夫、危ない、なーに。絶対ワイヤーいるやつやんか。いやあのワイヤーが罠かもしんないね。なんでこのまま右行って、右、いやこれはいいんじゃない別に。ねえあれ中間取れたよ。このまま一回左戻ってみようか。でファイヤー振ってこないよね、さすがに。さすが振ってこないね。え中間取れたけどいいのかな。やっぱあのファイヤーが罠だったんじゃない。ちょっとカミカミだけど罠だったかもしんないね。出た。全然違うやんか。それじゃ戻ってきたんですけど、ここでファイヤーが出る、ここでファイヤーお的、オッケー。これで次いけるね。で中間ポイント取って多分この下でしょ、ここが正解。なんかね左上怪しいんだよな、ここめっちゃ怪しくない。ちょっと行ってみていい、なんかある、なんもねー。マジか、うわ大丈夫か、鍵とかあると思ったんだけどな。あ大丈夫、あどうせここでちっちゃくならないけんのや、あぶねー。左入って書いてるね、どうもこんにちは。じゃあここは下に行きます、ですぐ右に避けます。いや避けない、多分ここで、うわー。悔しすぎ。それじゃあここは下に行ってすぐ右上に行こう。こうせな多分やられるね。でここがリンク、いや違う。そんじゃあここは一回右上行くでしょ、右上行って左に避けよう、出して左に避けます。左に避けすぎた、あこれでいいんじゃない、リンク取れたよ、ほらこれ正解っぽい。でこのまま右行くでしょ、右行ってここで爆弾投げて、おおお帰って下に行く、完璧すぎ。いや今日冴えてるね。いやちょっと待って、これは、いやなんなんだこれは。なあ今日ちょっとひどくないですかこのコース。いや今まで見たことない罠があって私大満足しております。いや M じゃないよ、でもさっきはさあの P が発動してない時にあの土管に入って戻されたみたいな感じだと思うんですよね。なんで今回はちゃんと P を発動させて土管に入ろう、ここね、 P を発動させて下、多分これでいけるでしょ。やっぱり来た、入って書いてるね。ここはどうすりゃいいんだろう。え戻って爆弾で壊したらゴールがあったの。え待って、嫌な予感しかしね。ここ左入れる、わ入れねえ、あこれは
こいんか。ここどこに繋がるんだろうね。いや左行くよ。絶対戻されるやつでしょ。これなんて書いてる。アウトオブドアス、ドアから出てけってこと。何、わっ、それじゃここのリンクを取って戻ろね。これでゴールだね。いや、そうでしょ、来た。で、このまま爆弾で壊してゴールの旗が隠されてる。いや、来た、笑ってんじゃねえよこっちが笑ったんだぜいや、どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。